ボス、オラ YouTuber、マフィア梶田です。ポケモンノリッチです。よろしくお願いします。はい、よろしく。ということで、はい、先期絶賞シンフォギアエクスドライバーアニメテッド、はい、雪上のクリスマスガチャがね、うん、現在キャラクターが出揃っているわけなんですけれども、はい、まずこれ俺まだ1枚も引けてない、うんうんうん、だから引きたいなと、せめて調べたら1枚くらい引きたいなという気はしてるんですよ。これってあれさっき先行で開発端末引いた時ぐらいでした。そうですよね。で出てない、うん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 、だからね、この満を持しての個人端末で、うん、ぜひ引きたい。行っちゃいましょう。開けて調べちゃん狙いでいきますよ。はい、はい、とさあ出るかな。そうか、あー金の鳥か。あー金は出てるんですよ、ね、うん、あれクリス何気に出てるな。あ、本当だ。さすがだよ。何気に出ちゃってるね。何も光ってないとこだったよね。本当だ。あれ、これはあれですか、左もう一個側の、あ、違うか、これ普通にピックアップですか。普通にピックアップ。ああ、うん、だってクリスは星4だもん。ふわっと出ましたね。あ、こいつあれか、プープーってラッパでファンデルみたいな、そうそうそう、プーってやる。ギリギリ、まあ、幸先はいいっちゃいいのかな、うん、中央に映ってたもん。しらべちゃんこの調子で、ドリシラちゃんドリルエアの、でこれ、あれ普通にゴーで通じる。どういうこれ。さっきからちょっとどういうこと、うん、なんかスーッと切れてくるんだけど、なんか出すならね、ちょっとこうワクワクしてもらいたいですよね。ホロじゃないのにさっきから出すぎじゃない。しらべちゃん来そうな流れあるで、これめっちゃ続いてますね。ドリルの先っぽを口に含みたい。てか、そう、カジタさん、あの髪食いたい派の人間でしたよね。髪食いたい派の人間だよ、他にいるかどうか。そう、髪食いたい派。おーわ、うーわ、あー、これはえぐいね。なかなか最低レベルだね。さあ、ね、あっという間なんだよね。動画的にサクッと見れるからありがたいけど、まあまあ、そうね、そうね、なんかこう何も出ないと盛り上がりがないわ、この動画いるって感じ。でも出てるから星5、まあ、一応な、ね、カジタキ発動してるんですよ。このラストだぞ、これラストだぞ、頼むぞドリシナちゃん、カマン、またラストでフォローが1枚来ました。この流れが多すぎる。やばー、この流れが多すぎますよ。ちょっといや、動画的にありがたい限りですよ。最後に来てくれる、この感じね。あら、かわいい、来てるよ、しらべちゃん来てるよ、盛り足らべ来てるよ、流れ来てるよ、あー、しらべちゃん続いてるよ、来い、シルシャガの、あー、来たー、来たー、シルシャガだ、なんだ、どうして来ましたに来てた、素晴らしい、本当に来てた、マジで来てて、これは大勝利。いや、大勝利、マジですごい、大勝利だよこれ。いや、すごいわ、絶望からの希望ピックアップよこれ。今シュルシャーラン出てきた時に、もしかして別のではっていう器具もあったんだけど、そんなことはね、もしあったらもうスマホ叩きつけますよ地面に。さすがピックアップしてるだけあるわ。でもそんなことないでしょ、だって、まあ、他のに比べて、だってね、ただ調べ、あ、いるわ、いる、 0.15% いるわ。危な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 、そこは外しとくよ。、うん、いや、ようございました、大成功でございます、素晴らしい。いやこれは気持ちいいね。ねえ、来たね。しかも調べちゃんとかまたいいっすよね。また低評価増えちゃうかな。いやいやいや、今回はしらべちゃんだから、きっとみんな高評価してくれますね。しらべちゃんだから。でも正直は、あの YouTube の高評価、低評価って、うん、あれいる？あれはですね、実は、まあ、聞いた話ですけど、そのなんか検索の上位に出てきやすくなるとか、うん、そうなの？そういう要素も含んでるって噂で聞いたことあります。噂都市伝説、はい、僕だからその、Google の人に聞いたとかじゃないですけど、マジでって言われてます。そんな都市伝説があるの？まあ本当にそういう効果があるなら、どんどんいい評価つけてほしいけど。そうですね、
正直低評価いくらあっても痛くもかゆくもない、まあ、我々としてはね、うん、そもそも YouTuber としては我々は底辺だし、うん、そうなんですよね、他の YouTuber の方々に申し訳ない、まあ、確かにそれは、うん、俺らがそんな必死にいいねくださいとか言ってたら、うん、でもまあくれる分には欲しいです、うん、ありがたいです、高評価よろしくお願いします。はい、というわけで今回はこの辺でバイバイ。